なるお。はい、なるおでございます。ゆうたでございます。はい、2人とも日本海で消化不良だったんで今日翌日ですよ、日本海の。はい、ということで今日県北サーフに行きたいっていうんでね、ゆうたさんが来てみました。はい、はい、ね、ちょっとさっきまでピカピカ雷になってましたけど、はい、もう大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。雨も上がったようなんで、はい、ちょっとね、マゴチより黒鯛の方が簡単でね、あの言っておきながら結局釣れずに申し訳ございませんでしたということで、はい、今日はちょっといい加減マゴチ釣りたいなということで、はい、はい、もう強い味方いるんで今日は、はい、とりあえずじゃあ行きますか。じゃあオープニング行きましょう。 Are you ready? さあ行くぞ。はい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 、ということで早速やっていこうと思うんですけれども、最近はねよく俺向こう側入ってたんですけど、今日は、はい、あの一本隣のサーフで来ました。まあ、先行者の方2人くらいいるようなんで、はい、果たしてどうなのか。一応潮はね、大潮のね、満潮からの下げの潮が入り始まった感じですかね。はい、ということでね、まっちゃっちゃだね、結構濁り強いね。ここでこんくらいが濁ってるって言うとあれだろうね、コラボテープとかもっと濁り強いんじゃない、多分これ伸びるとかね。さあということでね、今日はモアさんです。はい、サーフでねこれ使うか迷ったんですけど、一応ねタックル G クラドモアさん持ってきたんですけど、まあちょっとサーフでこれやってみたいなということで、はい、前回はねコラボテーボでマゴチのゴンゴンアタックを体験するんで、これはちょっとサーフでやってみたいなということで、はい、やってみましょう。ということでまずハウル 14g は、はい、これサートゴールドってだけかな、はい、これでまずちょっとやりましょう、この外からね。さあ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 、ほぼほぼ手前狙いですよ。もうあれですかね、 9.2 フィートしかないですかね。さあということで県北サーフ、この遠浅チックなこのサーフであえて手前狙い、さあどうでしょうね。いやー、なんか来るときね、ちょっと雨まだポツポツはちょっと雨降ってるんですけど、まあでも7時ぐらいには雨上がる予報なんでね、はい。さあどうでしょうね、ゴミとかあるかないかだけどね、流れはどうだろう、若干左に流されるような感じはあるかな。ああ流れ結構強いなこれ。ああこんだけ流れ強いんだったら多分ワームで今日もドリフトさせてって感じだろうねこれね。おや、なんだろう、あっち隣の人もう釣ったのかな、なんかもう釣ってるっぽいような、なんかやってるよ。つかゴミが、いや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 、なにこれ、今日はこういう感じなの。さあということで少しあれだろうね、右側の方に投げてたわ。いやちょっと手前すぎんだろ、あんな手前食ってくんのかよ。そこの最終ブレイクのほうだぞ、だっていやこれちょっとあれだな、タックル選択ミスだね。こんなの釣れるわけねえよ、こんなそんな手前のとこでさ。
いや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 、これどうしよう。30投げた方がまだ飛ばせるかな。一応24グラムまで添えるんで、クリッパーセットと一応奥ベイトは持ってきてるんでね、うん、いやーちょっと飛距離うんこすぎるなこれな。いやーこれこととしだにをちょっとタックルジークラに変えた方が良さそうだなこれ。ケンポグはもうほんと手前寝ないですもん。だってちょっとあれだね、カラー変えてみるか。はい、ちょっと花どころかルアーも変えました。はい、救急ヘッドワイルドカッキン21グラムですね。これでいきましょう。さあということでね、え朝だったら赤金なのかなということで、はい、おお、ハウルよりは飛ぶんじゃねえか。まあちょっとね、重さも少し増やしましたから21グラム。はい、ということでさあどうでしょうか。21グラムです。はい。さっきは14グラムだったんでね、まあ飛距離は飛ばないのはそうなのかなと思うんだけど。ちょっと7グラム重くしてみました。さあ、どうだろう。でもなんだろう。21グラムでしたっけ、ちょっと流され方が少しあれかな。お手ついたかな。やっぱ軽すぎだかな、14グラムは。でも流されるよ、流されるね。お、ゆうたさんはどんどん足使ってるようだから、俺も少し、あれだね。足を使ってちょっとやってみましょうか。さあ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 、さあどうだろうね。今日は多分ちょっとワームメインになるかなと思うんだけどね。手前狙い、うん、まあ、ジグとかでもいいんだろうけどね、うん、まあ、強化出すんだったらあれだな、ワームの方が確率高いかなと思うんだけどね。いやーでも流れ強えなやっぱな。まあちょっと波もそれいい感じに波ですよ。俺奥なんかもうサーファー喜びそうな波じゃないですかあれ。さあどうだどうだどうだ、もう全く反応がございません。もう手前狙いですよ、手前狙い。いやでもぶん曲げたらこれ面白いだろうな。昨日の磯沢のようにもうゴンゴンって感じだよね。昨日のあれはもうどうしようもなかった。あれはもう引きがやばかった。もう1投目からあれでしたからね今日ね。まさか1投目からあんなの来ると思わないじゃないですかね。えもう編集してて、もう悔しくて悔しくて仕方なかった本当に。もういやちょっとね、でも季節的に間違えましたね。あの真夏のね、まあああいう風にフグが猛攻に合うっていうのはもう分かりきってたことだったんでね、まあ、この時期の深瀬釣りっていうのはもうあまりないんですよ。どっちかっていうと秋口ですからね、春と秋ですから冬の深瀬は、うん、いや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 、まあ、ちょっとね季節ずらした頃にでもねちょっとやってみたいと思いますよそこは。はい、まあアイナメなのかキジハタなのかは分かんないけど、うん、まあ引きはとにかくやばかったっす。はい、ということで全然反応ねえよ。さあどうでしょうね。隣はどうなんだろうね、釣れてるのかな。さっきなんかね2人でなんかやってたようだけど、ねえ、このハイシーズンでねえ、なんで一人でね、5匹も6匹も釣る人いるのに、1匹くらい俺に回ってきてもよくねと思うんだけどな。いやーこれどうしような、ジグの方いいかな。てかジグラにすればいいかったと後悔してます今。いやーちょっとこれライトタック、このライトタックルでサークはちょっと厳しいな。手前だけだもん本当に探れんの。
奥のブレーク届かねえもんな。ヘンチマンの子なんけだから普通に届くんだけどね、いつものタックルでやれば。まああえてこの実力に備わないこのハンデを背負ってしまったこのナルオが、果たしてこの剣速サーブでこのタックルでマゴチを釣ることができるのでしょうか。いやーこれ潮干であれねえ、多分ちょっと距離が出てからが勝負かな。ナポナルドもあれだろうね、干潮潮止まり手前8時くらいだろうね勝負ね。今何時だったっけ、ユータさんの待ち合わせしたのだって4時だぞ今日。まだ5時なったかなってないかじゃないのこれ。さあということで、あの手前にいてくれたらいいけどね。でもなんだかんだって結構手前で来てくれたら来てくるからね、諦めも、うん、やべえ。でもあれだな、ムシムシしてきたな。ムシ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 、もう体がベトベトするわもう。俺がベトベトっていうのは相当なんかベタベタするような感じのあれだけどね。さあどうでしょう。もうこれですよ、こんなにもうどんだけもう相当これ真横から来てるよ。だってこれもうどうしようね。あはは来てきたぞ。赤金でやった方がいいのかどうしようかね。はい、ルアー交換しました。はい、ジョルティーミニアルカリサットをグリキンできます。はい、ということでね、アルカリサットを無理やりぶっ刺しましたこれ。はい、ということでなかなかない組み合わせですよこれ。はい、ということでやりましょう。まあ、ジョルティミニなんでね、まあ、14g。 はい、ということでさあどうでしょうね。ジョルティのミニ初めて使いますね。さあ、おお、まあ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 飛ぶんじゃないですか。うん、 14g にしちゃいい飛距離ですよ。さあということでね、またポツ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 雨が降ってきました。はい、さすが砂浜満世界の天神様ですよ。はい、ということで、まあ、7時ぐらいには晴れるとは言ってたんですけどね、4時からだいたい6時ぐらいまでは雨降るような感じだったんですけど、はい、ね、こなそろ雨ようじゃ降るでしょうね、うん。さあということでアルカリシャット、はい、ね、ジョルティのミニぶっ刺してみましたけども、いやちょっと降ってきてるこれ本当に。いやマジか。もう T シャツびしょびしょなんじゃねえこれ。もう仕方ない、ここまで来たらもう。さあということで、もう雨がもうポツポツっていうような降り方じゃないぞこれ。ああ、ゆうたさんどうでしょう、ヒットをねえせんのかしら。まあ今日ゆうたさんも GoPro はつけてるから、まあ撮れた方だけには問題はないかなと思うのだけれども、うん、さあ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 、おー来たぞこれ。いやこれ巻きていこうこれ。来たかこれ、来たかこれ、おい、今の曲がりは違うのか、何なんだ今のは。今のは違うのか、今いい曲がりしたんだけどな。なんかユタさんも出てきたぞ。とりあえずバラしたのかな今のは。分かんない、連れてる先なのか分かんねえよ。またテントちょっと合流しましょう。はい、ゆうたさんと一旦合流してね、ちょっとね、はい、ちょっと左側の方に来ました、私たちの隣でやってた方ちょっとお話ししたんですけど、なんか開始早々もそのへとマゴチが釣れてるということで、はい、ね、まあ、こっちの方がいいんじゃねえかということで、はい、ちょっとこっち来てみましたということで、早速やってみましょう。さあどうだろうね、相手剣北だとな、あの真ん中、俺たち最初やってたとこあたりが結構超過的にあれだったんだろうけどね、うん、いつもだったら、うん、一番結構超過がある場所なんですけど、開始早々釣ってたもんね、うん、いやーどうでしょう。まあ7時ぐらいだから雨ね落ち着くから、
まあ雨上がってからが勝負かな。ちょっととりあえずね、まあ完走だったら多分おそらくコラボテーブのこの幻のサーフ多分移動しようって多分形になると思うんで、その時はちょっと G クラ使いたいと思います。はい、まあとりあえず前半戦はこのモアさんでちょっとやってみましょう。はい、いやでもさっきのあれ何だったんだろうな、魚の当たりだったのか何なのか。さあということで、どうでしょうね。いやーつうかもうこれポツポツじゃねえぞこれ。もう普通に晴れ降ってんだけども、水滴ついてませんか、大丈夫ですか。ちょっとこれねえ、ちょっと定期的にレンズを拭いていかなきゃいけないかなって思うんだけど、あーどうでしょうね。いれば食ってくるとは思うんだけどな。いや流れが強い、流れが。相当流れだってこっちに投げたのこっちから帰ってくるんだからね。これコラボ堤防から投げたらあれだろうね、こう投げてこっち流れでしょ。自分からこう投げたらこっちこう当ててくるってことでしょこれそれもそれであれだろうな、まあ、どうせ巻いてくるからね、浮きじゃねえから別に、ほら当ててくるって感じはないんだろうけど。さあどうでしょう、何気にいい波だよこれ。サーファーが喜びそうな波ですねこれ。おや佐藤裕太さん、あまり喜んでない雲が雷マジで一旦撤退するじゃん。まだビリビリ来てないですけど、マジか、やばい。このことなに雷ひょっとしてゴゴンっていうの。あ、多分そうっすよ。マジで、ちょっと一旦じゃあ退散するか。はい、雷が鳴って撤退し、ちょっと今度はコラボ堤防のところの幻のサーフに来てみましたということでね、ちょっと今度は場所を移動してこっちで、はい、やってみたいと思います。はい、ということでね、もうさっきまでもピカ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 光ってたんですけど、まあ、とりあえず雷落ち着いたようなんでちょっとやってみたいと思います。はい、ということで、まあ、ゆうとさんはそっちで、はい、僕はこっちの方でちょっとやってみたいと思います。さあということでね、以前来た時はねアクションスリムのあれかな 85 点かな、確かクリアベイトで当たり取ったことなんですけどね、ここヒラメバラしてますけど。さあということでやってみましょう、引き続きジョルティミニで、はい、いくら出そうか迷ったんだけどこれでやりましょう今日は。てかまだピカピカってんだけど、もう仕方がない、やりましょう。さあということでねえ、どうでしょうね、幻のサーフ今からね、あの潮下げてくるからどん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 ね、あのサーフは出てくるんでやりやす側になってくると思うんですけどね。はい、まあこっちの方は多分普通の剣北サーフよりも可能性もあるかなと思うんだけどね。さっきの剣北サーフの方は左に流されてたけど、こっちはあんまり流れないんじゃないかな、こっちはあんまり左に流されませんね。あー、こっちの方釣りしやすいんじゃないかな、あー、こっちはあんまり、こっちは左に流されない、こっちいいね。まあ、流れだとさて、まあ、多層って感じじゃない、ほぼほぼ、もう正面から帰ってくるけど雷がちょっと気になるけどさあということで、あーいいねいいね、流されないね。さあやりましょう。じゃあ
さあもうほぼほぼ手前狙いですよ。もう今日ワームしか投げれませんからね。すごいピカピカすごすぎんだろう、ちょっと雷ねえ。いや、まあ、遠くの方だから大丈夫かなと思ってちょっと外れてみたけどねえ。どうだろうね、そろそろマゴチ釣りてえな本当に。はい、ちょっとジングにしました。フリッパーZ マットチャートビンゴグローでいきましょう。はい、ということで、ね、24グラムなんでギリモアザンで、はい、ショエルグラムです。はい、さあ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 投げてみましょうか。あ、やっぱ違うね、飛距離ね。さあということでフリッパーです。フリッパー久しぶりに使いますね。はい、フリッパー Z ということでね。え、一時期このカラーはものすごい流行ったカラーでございます。さあということでね、え、去年の人気カラーですよ。さあどうでしょうか。まあ、このカラーだったらクイックこの海の濁りに結構いいかなと思うんだけどね。チャート系でグローも入ってますからね。いやー、しかしあれだね、隣波高いね。なんだこれ、なんか重いぞ。クリッパーの重さじゃないぞ。なんだ、巻き抵抗これ。海藻か。ということで、これなんだ、リーダーの小結び目、これはもうキャストで飛ばそう。さあさあさあ行きますよ。さあどうだ、目の前結構いい潮目出てんだけどな。ちょうど今こう離岸流っぽいような感じでなんか出てるとこなんでね。さあフリッパー Z でねやっておりますけど、いやー、ここはチークラの方が良かったと思うな。普通にね、ヘンチマンとかぶっ飛ばしてね、あの潮目狙ってね、感じになるんだろうけど、いやー、前もう集中力がなくなってきてるぞ。俺の集中力は2時間っすからね。もう最初の県北サークルで俺はどうやら集中力を使い切ってるよ多分。誰かがねこう釣れたーってなればまあ目の色変わるんだろうけどさ、まあここで誰かはもうゆうたさんしかいないから、ゆうたさんが釣れたら俺も多分目の色は変わってスイッチ入るんだろうけどね。いやー、なんかこうバラしたりなんかね、そのなんか何かしらのバイトがあるんだったらね、スイッチは入ると思うけど、俺もさ、まあ、なんかでも波が結構高くなりつつ、しかも間隔もちょっと短くなってきてるのってするんでね、これなんかサーファー喜びそうな波じゃないですか、これも。いや、なんか細けいゴミ多いな、ここな、あんま流れねえけど、ガイドにゴミがもうマジで何なのこれ。ちょっとガイドのゴミ取ろう。さあということでやりましょうかね。どうだろうね、前なんかちょっとインスタのあれでなんか村田はじめさんがアンタレスでこうペンデュラムこうやってぐるぐる回してこうやって投げてたんだけど、これをやってみようか。うわっ、サーゴさんいった。おーやら、俺はこの投げ方やっちゃダメだようだ。なんかね、たまにフェイスブックかなんかであるっすよね。お、なんでこれ、ここってこれ違う、これ違うか、昨日は違うな。なんだ、クククってフグっぽいようなあたり来たけど今。どっち方面に飛んでるかが全く分かんないんだけど。さあ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 さ
さあペンデュラムやりましょうが、こういってこういってこれをこうしてパーッと、これ誰もいないところだからできるけど、これあれだよね、もうあっちに飛んでんだけども、いや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 、これダメだ、俺やっちゃダメよこれ、この投げ方、もうペンデュラムでも何でもない、ただのブロックスのハンマー投げでこの話だはい、もう即回収即回収、さあどうなんだろう、ちょっとね、この投げ方をちょっと改良してみよう、せっかくだから、まあこういう遊び心がなきゃやってやるね、やってらんないよ、もうどうせやって普通にやったって釣れねえんだからよ。さあということで、これをこうしてこうか全然低いなんか飛びやすいねまるでハウルの14グラム投げてるのがくらいの飛距離だよ、本当にもう。でもここでぐるぐる回してスパーンって飛ばす人いるじゃないですか、よく。中国人がなんかね、なんかピカピカ光ってるやつで、ね、投げて、ピョーンってロケットのように飛ばしますけど、どうやってんだろう、あれね。こうやって、こうやって、こういうとこうやって、違うか、これは回し方逆か、どうだろうね、あらららら、らやばいことだった、遊んでたけこうなった、さあ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 、おお、もうちょっと長い方がいいかもしれないよ、そこらな、どうせ振り回すんだったら、よーし行くぞさあということで、誰もいないとこだからこれやれるんですよ。さあ、くる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 回して。はっ！どこにどう飛んでんだかがわかんねえんだけど、ちょっと。はい、ということでね、周りに誰もいないことを確認してこれやってくださいね、この投げ方は。はい。お！ウータさんヒット？ウータさんヒットしたっぽいな。俺が無録工事やってる間になんかヒットしたっぽいぞ。さあ走れ、ゆうたさんがヒットしたか、ゆうたさんがヒットっぽいぞ、ヒットっぽいぞ、違うぞ違うぞ違うぞ、ゆうたさんヒットしてる、さあ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 、どうでしょう、おやおや、なんかずったなんかずった、なんだあれは、おお間持ちか、え、なになにそれ、おお、おめでとうございます、しかもちゃんと口で食わせたっていうダニエルで、これは大前提で、いや遠い方いいのかなと思って、でちょっと右に投げてるんで、潮目バッテンになってるあたり、はい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 、ブロック施工時で投げてる場合じゃないんですね俺、大丈夫ですか、いや一人でぐる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 回してえいいのかって、あそういうことばっかしてるからちょっと出ねえんすよ、文句俺と思って、いや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 、ダニエルの宇宙店久しぶりに使ったからわかんねえぜ、おめでとうございます、イエーイ、ちょっとサイズちっちゃいいやでも良きではないですか、遠いっすね多分、あーもうジークラを持ってこなきゃダメじゃんこれも、いやあ距離入ったね、あれいるっすよ結構最初から、おうそう、多分手前に車止まってた、あーはい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 、よよよよよよ、まず素晴らしいです、おめでとうございます、終わったいやーまこっち簡単ですね、うれしいよさあ俺もやるかじゃ、はい、ということで、ゆうたさんがマゴチを釣りましたということで、僕はふざけたキャストをしている場合じゃないということにね、はい、改めて気づかされました、さあ、ということでやりましょう、ねー、さあ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 、普通に投げた方が届くじゃん、ほらねえ、何が無力工事だよ、本当にもうねえ、
くる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 回して遊んでる場合じゃないんですよ。いやでもゆうたさんさすがっすね。数字がかりじゃないけど口で食わせれるっていうところが。さあということで楽しいねえ。いやーバームじゃないんだね。やっぱねシングの方がやっぱ飛距離だよ。飛距離俺に足りないよ。技術じゃなくて今日は飛距離だよ。はいということでね、いやーどうしようなジークラに変えようかな。まだあっちまで戻りたくねえしな。俺はとりあえずこのタックルでマゴチを釣りたいんだよ。前回はマゴチのゴンゴンアタックね、途中でバラしちゃったからね、あれだったけど、できればサークでこうねゴン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 とねこうぶちまげながらのやり取りをねお見せしたいわけですよ。いやーどうだろうこれ釣れないかな。ゆうとさん釣れたんだから俺にも釣れてほしいもんだ。はい、オフベイト桜グロー 20g これでいきましょう。これ裏側見てください。こうですもう色ハゲですよこれ。これ前回のコラボ堤防で初めてこれ使ったんですけど、これ1回でしょ使ったの。これ1日使ってこれですよ。もうどんだけ色ハゲてんだったよマジで。まああんだけ手とかゴツゴツしてますからね。はい、たった1日でこうなりましたオフベイトが。はい、桜グロウのメッキですよこれ。はい、こっちはこうねえまあこれが逆にいいのかもわかんないけど、さあ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 ということでね、オフベイトを出しました。さあということで行きましょう。さあどうでしょう。なんかフリッパーの方が飛んでる感じあるな。いやあっちの方が 4g 重たいですからね。うん、さあということでオフベイト、前回の大曲がりサークではねお休みベールでバツンとね行きましたけど、見事にぶっ飛ばしたもんな。さあどうでしょうね。あの色ハゲだあのカラーが逆に効果的なのはどうなのか分かんないけどね。まああれ色剥がして自分でやっぱ色塗ってもいいですけどね。うん、なんだ結構あれだな、左に流され始まってんな。コラボ堤防やべえ、あの一級ポイントの思いっきり今波かぶってたぞ。そのコラボ堤防でやったら結構あれだったね、波がかぶってたね。ってか何これ、なんかゴミ突っ張ってきてんだけど、こんなの外人通さくないよ俺。もうなんか今日はこういうゴミが多すぎるな。何これ、何ですかこれは一体。さあ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 、もう飽きてきた集中力がなくなってきた。俺の集中力は2時間なんですよ。まあいい場所入ってると思うんだけどね。とりあえずゆうたさん釣ってから俺も釣ってね、とりあえずね2人でね全員アンダーは決めたいとこだけど、いやこれ厳しいぞー。はーい、スプーン出しました。チヌークの、はい、ピンクチャートでいきましょう。さあということで今年ヒラメを釣ったカラーでございます。さあということで結構波出てきたね。さあということで、やっぱスプーンだと結構距離出せるね。さあということで、まあどちらかというとマゴチよりヒラメの方がこれ食ってくんじゃないかなと思いますけどね。いやーどうだろうな、あんま流れはなくな
ったからね、結構陣形だけでも結構釣りやすくはなったと思うんだけどな。ただね、波が結構ね、ダブ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 っとというようになってきたんでね。はい、アクションスリムの80度マットピンク、これでいきましょう。さあ、ということでね、さあ、久しぶりに投げますね、アクションスリム85。はい、ということで僕はこのカラーあれですからね、七木手川の加工でね、ちっちゃいマゴチは知ってますけど、さあ、ということでどうでしょうかね。さあ、どうでしょうか。なんか一瞬曲がったけど、なんでゴミかなこれ。おー、マス抵抗かなこれ。一瞬追うと思ったけど、あー、やっぱ流れ結構強いな。さあ、もうこっち側思いっきりもう右に投げました。さあ、右に投げてこれをこう流しましょう。とりあえずドリフトさせてこう、まあゆっくりこう巻きながらやってますけど、もう結構巻き手こすごいね、クククククなってるもんね。なんだろうこれ、やっぱ飛距離かな。ゆうとさんも言ってたけど飛距離だよね、足りないのは。今日の俺に足りないのは技術じゃなく飛距離だ、今日は絶対ね。いや技術も全然足りてないけどさ、ね、まあ、足りないものだらけですよ私なんて、はい。さあ、どうしよう、飽きてきたもう集中力がなくなってきてる。ちょっとこれ投げたら一旦あれだな、回収したら一旦結果取ろう。もとてもじゃねえけども、もう一旦集中力がもう俺はもうなくなりすぎてる。これははい、今ミーティング中にオッパに行こうぜということになって、はい、ちょっとオッパの詐欺しようしようば下げからの上げは任せてください。はい、釣ってますからね。格好はとか、はい、オッパ行ってみますかじゃあ。行きましょう。という感じが、